はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。スプラントゥーン3アップデート記念おめでとう。うわー、おめでとう。ねえ、アップデート記念って言われたアップデート来ましたね。嬉しいね。いや、やっとこさというかね、うん、最初のスプラトゥーン3のゲーム全体的なアップデートが来たわけでございますけども、はい、いや、これはね、ちょっといろいろと、いろいろとね、深い部分があるアップデートだったんで、私が見ても、はい、いや、でもまずは、アップデート、うん、お疲れ様でした。ああ、任天堂のね、本当に、はい、同志の方々。同志なんですか？え、側？公式お兄さん。うわ、くそ、何年ぐらい言うんだろうな、これ。残る限り。あと5は言うんじゃない？5か。4がほのめかされるぐらいまで言うんだいやでも、あの前もね、確かトークで話しましたけど、はい、でも出てからさ、うん、もう作るのにも大変だったわけじゃん、うん、出た後もずっとこの多分作業してたわけじゃないですか。一生してただろうね。ほんと大変だったと思うんですけども、うん、はい、そんなアップデートをね、していただきまして、うん、で内容がですね、うん、拡大ね、本当にもう読むのに30分ぐらいかかった。いや、ほんとそう。ほんと、冊子にしたら多分、同人誌ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい、うん、結構なね、量になりますけども。はい。はい、それちょっとね、一個ずつね、気になったところをピックアップして、ちょっと語っていきましょうと。うん、もういいですね。はい、ということでございます、うん。はい。はい。まずはですね、まあ、武器の調整ですかね。はい、武器調整。はい、まあ、これはね、あの、2でもおなじみというか、まあ、毎回入るものですけども、うん、まず僕の、第一印象としては、少ないんですよ、はい、うん、でもこれ後ほどちょっとそのなんかそれに関してのお話もしたいんですけど、うん、はい、まあ、かなりね、あの控えめな、量になってまして、うん、はい、まず一番最初に書いてあるのが炭酸ボム、はい、はい、炭酸ボムのインク回復開始時間が、はい、60分の15秒、要するに、15フレームですね、はい、はい、これはねとんでもないよ、うんうん、これ死刑宣告だよなもうあの一回投げたら次行けっていうか、次行くの時間かかるぞっていう、もう、うん、あんま連続して投げんなよっていう。まあ確かに炭酸ボム強かったけど、うん、なんか銀モデラーとかにもついてたじゃない。はいはいはい、確かにあのスクスロ以外ね、要するに、うんうん、スクリュースロッシャーが多分強くて、うん、まあ、炭酸ボム強いってのもあると思うけど、スクリュースロッシャーが強くてこういうね、まあね、処置が取られたと思うんだけど、うん、銀モデラーとかにも適用されちゃうから、はい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 、ちょっとかわいそうだなとは思うんだよね。まあ攻撃力がだいぶ下がるね、銀モデとかは特に、うんうん、まあどうなんでしょうね。それぐらいでも炭酸ボム単品の能力が高い。まあ高いね、だって単発投げでもカーリングボムみたいにまっすぐ濡れて、はいはいはい、3回振ったら、うん、ね、100ダメ、違う、50ダメ3回出るでしょ、ポンポンポンで。バンバンバンっつって。直撃だと。そう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 。で、まあ、塗りも結構な量出ると。うん、し、あ、読めないしね、軌道もなんか、うん、あれこっちかいみたいな。時間に対する効果は、うん、何よりも高かったよね、サブだと。そうだね。うん。って考えたら、まあ、その、単体では妥当だけど、それを生命線にしてた武器はかわいそうだなっていう、うん、はい、まあでもこれもちょっと後ほど言うんですけど、うん、まあ、そういう部分も多分カバーはできるというカバーはする予定ではある表記があったんで、うん、はい、ちょっとね、まずはじゃあその炭酸ボムが弱くなって、でもサブウェポンはこれのみですね、うん、はい、というかまずメインウェポンもなしですから、はい、うん、で、あとが、武器ごとのスペシャル必要ポイントがバリアブルローラー、スクリュースロッシャー、ラクト450全部が10アップと。10ずつ上がった。はい。まあ要するにマルチミサイル持ってて強い武器と、スクリュースロッシャーですね。うん。はい。10ってちょっとこれ日作に聞きたいんだけど、うん、10ってどう変わる ?10 はね、武器によるんだよね、正直。なるほど。うん。ラクトとかだと、うん、マジで誤差レベルだと思うんだ。うん、本当になんか、ああまだ溜まってないのかって思わないぐらいだよね、なんか、うん、だってあれ遅いってみたいな、そのタイミングがないじゃん、まだ溜まらないのか、はいはい、まだ溜まってないのかって思わないんだよね、あの武器ね、うん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 、塗りが早すぎて、はいはいはい、さーっと抜いちゃえばね、そう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 、だからそう戦ってたら勝手に溜まる系の武器が
溜まりづらくなるが、やっぱこれ痛い。痛い、痛い。でね、うん。だからスクスロとかはそうなのか。あんまりだとは思う。うん、な多分ラクトとかの影響は変わんない気がする。うん、なんかそんな変わんないような気がするね。はいはい、なんですけど。マルチミサイルに入れなかったんだね。あ、マルチミサイル、まあ一応マルチミサイル自体にね。自体に。まあ、これも多分、その、まあちょっと、もったいぶるのもあれなんで、言うんですけど、その、不具合を直してから、そこら辺をちゃんと、見直そうと思いますっていうふうには書いてあるんですよ。そうそう、要するに武器の不具合修正を優先しており、その他の武器の調整は次回の更新データで引き続き行います。うん、で、なんかそれがちゃんと12月に開幕するシーズンのための機能追加や武器のバランス調整、フェスのトリカラバトルの仕組み変更を中心として、現在開催中のシーズンが終了する時期に次の更新ができますって言ってるから、だから12月までにもう一回来るんですよ。だからそこで大幅にやるんじゃないかなっていう。うん、不具合を全部直して、その結果、あ、弱いと思ってた武器これ不具合だったんだっていうのが分かった上で調整するっていう。なるほど、はい、これアトバル君が言ってました、はい、あれ僕が全然思ったわけじゃないです。え、それその、はい、あれに書いて、あ、これ書いてあるんですけど、うん、僕はパッと見た時に、え、スクスロのなんかメインの調整とかマルチミサイルの調整とかないのって文句を言おうとしたら、アトバル君が、うん、先に不具合を調整して不当な調整にならないようにちゃんと考えてるなーっていうの見て、いや、やっぱすごいねって すぐくら替えしました、はい、あ、そうですか。まあメインは俺も全部入れてほしくないんだよな。あ、まあメインはね、メインがぶっ壊れてるわ今んとこ。そんなにだぞ、スクスロはね、まあ、後ほど出てくるけど、うん、不具合がほとんどだったからやっぱり、うんうん、その辺はね変えなくていいかもしれないね。まあメインぶっ壊れてるんですけどね、あれ。あれ相対的にぶっ壊れてるのか。相対的に、うん、うん、強すぎちゃうんだよね、確かに。だって着地のねスクスローで3000超えが何人もいるわけですから、強いと言われてたんですね、スクスロープラトゥーン2で、うん、別中じゃない、別中じゃなくない、着地って。あれ別中だっけ、着地、うん、あれが別中は、別中 の着地がナイス玉になった。あ、そうそう、うん、確かにの強いよね。どう考えてもメインだけで3000いける武器なんだから。そう、サブスペが微妙だから大変だった武器だったのに、うん、そうそう、メインは強いんだよあれ、ま、だからやっぱサブスペ恵んじゃダメなのよ、うん、強いのはいいと思うんだメイン。なるほどね、うん、だけどそこにサブもスペシャルも入っちゃうと、もうかなり一択になっちゃうというかね。うん、そうだね、はいはいはい。だから、そこはちょっと頑張ってほしいね。なんなら俺もう失敗したと思ったら変えてもいいと思ってるからね、そこは。あ、もうサブスペを。うん。あー、まあ、泣きにしもあらずかな。出揃ってからかな。今これしかないわけじゃん。もうラインマーカーつけちゃいいのよ。いや、そしたらライン、さっき言ったように、ラインマーカーついてる他の武器がずっと浮かばれないから。まあでも、そういう枠は必要だと思うよ、やっぱり、調整する上で。まあ、微妙枠ね。微妙武器枠。うん、その、うん、調整枠、調整サブと調整スペシャル。うん。確かに。うん、はあっていいと思うよ。確かに、ね。だって、こんだけ武器種あったら絶対出るもん、強い弱い。もう、メインは、特にね、介護官になっちゃうような武器とかもあるだろうしね、うん、ほぼ。はいはいはい。なるほど、それを調整するために、あえて、もう、弱いと思える武器、あ、サブスペをつけるっていう、全然いいと思う俺は。まあ確かにね、どうなんですかね、2までは1回もなかったけど3であるかどうかですけども、うん、はい、まあそんな感じで武器はだから今回はまあ本腰じゃないというか、うん、はい、次回のもう更新でガラッと変えてくれるとはい、いうと思うんですけども、まあ、フェスに関する変更とかまあいいんですけど、バンから、チャレンジオープン、フェスオープン、うん、鳥から、マッチメイクの効率を改善しました。これ、おお、いいね。これはや嬉しいですね。うん、はい、これまあ簡単注釈で書いてますけど、2人ペア参加の時の待ち時間が長くなってしまうのが緩和されるんじゃないかと。うんうん、長かったのよ。そう、2人はね長いし全然マッチングしないし、うん、そう、でこの前俺山本さんとね、ロバート山本さんに教えさせてもらうって俺がね、うん、やった時に2人じゃマッチングしないから他の人呼ばなきゃっていう、うん、ことに陥って、
それで鈴木拓さんをちょっと傷つけることになってしまったんですけど、なんで2人でやってて鈴木拓さんを傷つけることになった、鈴木俺ら2人で真面目にやってたわけ。そこに、うん、まあ、鈴木拓さんだからじゃなくて、うん、そのボイスに入ってくる人呼んじゃうと、うん、なんかあのちゃんとできないかなって、はい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 、だから結局その一般の人から公募するんだけど、うん、その様子を見てた視聴者の人が拓、うん、さんにその先に呼んでるよって2人が呼んでるよって言っちゃって、うん、俺電話来て、うん、でしたら、なんだって、うん、そう、あの、あ、入るよっていうので電話してくれたのに俺が、うん、え、あーと、大丈夫ですねみたいなやったら、うん、あ、そうなんだってかわいそうだよそれ。俺20年ぐらい先輩の芸人さんをないがしろにするっていうことになっちゃったから一緒にやればよかったじゃん。結局一緒にやったんだけどね。一緒にやったんだ。その配信でぜひちょっとロバート山本さんとかの、え、でもやロバート山本さんから NG 出てなかったいや全然、あもうほらふざけんなよって言ってて、で配信終わって配信切れた後にありがとうね、あ鈴木さん本当ありがとうね、まあでもあの次また前日に言ってね、来るって言ったらってアポの確認されてたあ本当だったんだと思っておりますいいね、はい、これが減りますよこれのおかげで、はい、ありがとうございます本当に。そうなんだよね、はい、というわけで、うん、まあ、この辺がその正式な調整の部分ですね。あ、でもあともう一個だこれ、うん、送信したデータが、相手に届き反応が返ってくるまでの時間がこれまでより短くなるようになりましたと。これね、平均して3フレの60分の3秒の短縮、これを頑張ってほしいんだよみんな多分だ。これは簡単に言うと今当たってなかったのにが減るってことですね。うん、うん、まあ今回は3フレでしょ、まあ、3分の1ぐらい解消されるから。ああまだまだ俺全然10フレぐらいあると思ってるからまあ明らかにこうパーンってあのねブラスター爆発した、うん、スーパーンってここでやられるもんね、うん、だこの間が今こんぐらい解消されたのね、うん、あと俺は思ってるんだけど、まあでもここはね頑張ってると思うし、そうだね、まあゲームプレイのね部分ですからね、部分だからすごい力入れてると思うし、うんうん、まあまあここで今ちょっと修正というか、うん、入ってるわけだから、うん、まあ少しずつ良くなっていくだろうね。そうですね、はい、うん、これは多分毎回やっていくんだと思う。ここに関しては待ちだね。待ってれば多分どんどん快適になると思いますね、うん、はい。でまあここまでが、ちゃんとそのなんていうんですか、普通の調整機能改善、うん、で、うん、ここからです。これでもね、はい、今のところ短いけども、ここから他全部が不具合修正、うん、ああ、ここから不具合修正、全部不具合修正です。ここ、あら、だからここは任天堂も意図してなかったから直すよっていう部分ですね、うん、ちょっとまず僕気になったのがこれやっぱりそうだったんだっていうのが、うん、通信相手のプレイヤーの動きが地形などの影響でスムーズに再現できなかったとき、瞬間的に移動させる処理が働かず長時間位置がずれたままになることがある問題を修正しました、うん、これ前になんかリッターかチャージャーかなんかでその台登ったのにその下にまだ判定が残ってるみたいな、引っかかっちゃってね、うんうんうん、あ残ってるみたいなね、よくあるよこれ。俺もやっててあるもん、あ本当、相手でお前おいみたいなお前もう移動してたんかいみたいなね、うん、たまに瞬間移動する人いるしね、本当になんかこっからここにパッてこう、あ、分かる、移動する人とか真横でわーって撃たれたと思って撃ったら、うん、めっちゃ後ろ下がってたみたいなね。そう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 、ああいうのはがまあ機能してなかったってことでしょ。そうだね、あんまりうまく減るということでございまして、うん、いやこれはねやっぱこれも本当にゲームをプレイする上でのそのなんかこう不満につながりやすい部分でありますから、うんうん、はい、これが治ったのは嬉しいですね、うん、はい。さあそしてまあでも武器がもういっぱいあるんですよ。クーゲルとか、うん、まあキャンシェルとかね、うん、キャンプ傘系は強くなるね、一応修正でね。そうですね、キャンピングシェルターは、うん、傘の当たり判定が本来より手前側にある問題を修正し、うん、あれ、うん、手前側にあったってことなんだね要するに体がめり込んだんだね、うん、これのおかげでだから、まあ、近しくんがやっとスリーを楽しめるということで、うん、よかったねよかったです本当に、うん、はい。そしてですね、まああとはやっぱりこれですかね、対戦に関する部分として、うん、ステージの要するに
床の下とか壁の裏とかからスクスローのとかウルトラハンコが当たる問題。ああ、壁つけちゃう問題ね。はい、これ改善しました。うん、ああ、いいね。はい、やっと。いや、まあ、これに関しては、なんか、それ狙ってやる人もあんまいないし。まあまあ、なんか起きちゃうだってね。うん。そんな気にしてなかったですけどね、俺は。はいはいはい。うん、これはね、良かったと思うんですよ。うん。あと、まあ、怒涛のウルトラハンコ。ウルトラハンコね。もういいよ、ウルトラハンコの、その内容は呼ばなくていいや。もうウルトラハンコというものね。うん、ウルトラハンコの、バグ修正が入って、はい、まあ、ウルトラハンコはある程度使えるようになるんじゃないかっていう感じだよね。そう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 。はい。で、いや、俺もね、見て知ったんだけど、一角だったんだ、もともとって。俺もう、そうでしょ。俺、調整でもう、一発のダメージが減らされてると思ってた。ああ、なるほどね。そう。ああ、なるほど、ね。あまりにやられないから。はいはい、ああ、そしたらこれ不具合だったんだと思って。そうだよ、あれ下向かないと一角出なかったんだよ。そう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 。あ、そうだったんだと思って。あ、じゃあ、うん、じゃあこれで相当昔のウルトラハンコ戻っていくんじゃないっていう。高いところの敵も倒せないしね。ね。ね、ちょっとかな、ちょっと上の段差の上とかにいるやつをさ、グルーンってやって倒してたじゃん。ジャンプでね。そう、あれもできなくなってたのよ。そう。だからもう全体的に攻撃力下げられてたと思ってた。普通に。うん、それが全部不具合だったということで、うん、治ったのでね、これは良かったですね、本当に、うん、まあ、あとサーモンランももうかなり不具合調整されてますね、うん、本当にだからいいね。まあでもこれは、まあ、プレイ云々っていうより僕の中では、うん、SNS による面白動画が減っちゃうなっていうそこです。あ、いや、まあ大丈夫じゃない、それは。ああ鍋豚に連れてかれたとか、いや、あ、はいはいはい、あのもう帰れないよっていうあの可愛いやつが減るなっていう、ちょっと寂しいなっていう。ああ、でもそういうのをあげる人、ふうさん嫌いじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。じゃあそういうのをあげる人嫌いじゃない。すでに上がってるやつをあのみんなあげるんじゃないぞっていう。あ、なるほどね。第一人者だけだぞってことなの。もうあのちゃんと見ろよってあ、そういうことだ、ね、俺と全く同じやつあげてて俺より伸びてる人いたから。そういうのね、荷物よね。本当に。なんかそういうのね、荷物気持ち悪い人間だよね。柱にあの横綱降ってくるっていうやつなんかやってたから。いや、でも富士さんよりやった人いたでしょ。富士さんより先にやってた人はいたでしょ、どうせ。いや、確認してないけどいないね。いや、確認してないんじゃ分かんないじゃん。確認してないじゃん。その人も確認してなかったんで、多分。楽しく SNS で上がる動画はちょっと減っちゃうかもしれない。サモナ。変ないと思うけどな。増えるかな、まだこっから。ああ、はい、まあ、でも不具合だったらね、やっぱ遊びづらかった部分治ったのはいいことでございます、うん、はい、はい、まあ、そしてこれは僕らにとってはかなり大きいんじゃないですか。僕らにとっても、うん、ロビー内で装備を変更するとき、追加ギアパワーによる性能の変化が、即座に反映されない問題を修正。これね、はい、これそうなのよ。これ今まで服着替えて試し打ちとかで動いても、うん、反映されてなくて、そう、わざわざロビーから出て、うん、また入ってって反映させてやってたのよ。うんうんうん、だ労働を挟まなきゃいけなかったんだよね、うん、なんかしらで。そう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 、そだけどそこが修正されるんでしょう。これでもその分あれなのかな、カスタマイズ画面から戻るときにロード入るようになるとかかな。どうなんだろうね。ね、それともそれがめっちゃ早く処理されるようになるのかね。うん、ちょっとそこはやってみないと分かんないけども、うん、いや、これは嬉しい。いや、これやっとなんかやっぱあれ、ああそうだっていうのがもう何回もあるから。そうそう、検証できなかったのよ。そう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 、いちいち変えなきゃいけないから、うん、そう、それが治るということで、これは嬉しいね。うん、うん、これのおかげでだいぶちょっとね、攻略もはかどるんじゃないですか。そうだね、はい、というふうに、うん、まあまあやっぱり遊んでたりとか上手くなるための練習してるときになんかちょっとこれ邪魔だなっていう部分が、はい、解消される、うん、まあ今回はほぼほぼ不具合調整、うん、はい、不具合修正の、更新でございましたけども、うん、全体的に見てどうですか、西田君は。全体的に見て、うん、もう頑張ってるなってやっぱ感想だよね。やってんなて、追われてんなって、うん、やっぱ人気なゲームだからこそこういう部分でさ、うん、評価が下がっちゃうのはやっぱ悲しいことじゃないですか。まあそうだね、もうだって俺現状でスプラトゥーン3神ゲーだとやっぱ思ってやってるからさ、面白いですよ確かに、もう面白、うん、面白って思ってやってるからなんかまあ修正、あ、入るんだっていう感じではあるんだよね俺からしたら。あ、なるほどね、
まあでもこうやって蓋開けたら相当不具合あって、それをみんな こんな感じじゃん、みんなやったーって、ね、もう古い映画見てるアメリカ人みたいな、もうあの画像も古い見ないもん最近ネットでこういう4人並んでるやつね。そう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 、あの感じじゃんみんな、うん、もう俺割となんかおそうっていう感じなんだよね。ああでもよかったじゃんって、うん、はいはい、なるほどね。まあ僕は武器のやっぱ調整が気になるな早く。うん、そうだね、そう武器の調整と、あとやっぱ武器追加ね。ああそうだね、もう単純にそのゲームのアップデートね。うん、調整アップデートじゃなくて、俺はやっぱそっちが楽しみだね。いや確かに、うん、まあでもそれに向けてだと思って、まあそうだね、この辺が修正されないと調整も何もできないからね、うん、そうよくあるじゃん、うん、ゲームのさアップデートの情報とかで、うん、なんかこんな最新キャラ追加みんな遊んでねって、もう公式が楽しそうにやってんのに、あのリプランとかで、いやこの不具合は、うん、いやここ直せよみたいな、うわーって言われるやつ、あ、 あれはないですよっていう、なるほどね、させませんよっていうことですから、いいね、はい、うん、まあそこはなんかこうしっかり考えてやってるだろうねそうだね、うん、やっぱ遊びやすさを多分先に考えて、うん、はい、でございますので、だから本腰入れるのはまあ書いてあるけど、やっぱ多分12月の前に行われる、うん、次回のアップデート、うん、はい、ここでかなり、武器の調整、うん、そしてあの機能追加やって書いてあるんで、あー楽しみだね、なんか、ね、くんじゃない武器追加、うん、もうこの時点で、うん、はい、なので12月、まあ、11月の下旬とかかな、中旬とか、うん、はい、を楽しみにしつつ、今のこの不具合が治ってより遊びやすくなったスプラトゥーン3を皆さんで楽しんでいきましょう、うん、はい、楽しみましょう、というわけでまたお会いしましょう、さよなら、はい、またねー、チャンネル登録お願いします。